5日火曜日1時50分ですね。2024 March 5th, Monday, Tuesday, 1:50. 業務連絡です。北野さん、メールがね、ちゃんと読めなくてね、証拠 PDF ファイルがつけてあるの、昨日気がついて、証拠1、証拠2ということでプリントアウトしてつけました。プライベートインフォメーション、ミスター北野、I couldn't find the PDF file until yesterday.And I printed out and attached the document. で、ついでにそれを見て、ああ、なんかもうちょっとつけとくかと思って、亀井静香のことを書いたブルータスの記事、写真と記事のページをプリントアウトして送りました。And I also printed out the page of the Mr. 亀井記事か、あ、静香。オブダマガジンブルータス。今日は福島原発の放射能汚染で避難指示が出ていたところの地域の状況ですね。レジニュースペーパー。ニュークリアパワープラントアクシデントオブダ福島パワープラント The area of the evacuate order Today's situation 最初は避難指示が出ていたところが随分解除されましたけれども、未だに帰宅困難地域が結構あるんだね。浪江町というのはほとんど全部来た避難しなきゃいけない地域なんでね、スティールな。浪江タウン is エヴァケートタウン、浪江町、双葉町。まあ、随分良くなりましたよという記事なんだろうけども、学校なんか、その隣の町なんかはもう一応帰ってもいいんだけどね。帰ってもいいことになってから子供の数が半分に減りました。 Next town is not evacuate town but the number of the children reduced to the half、ね、何だ、避難指示解除から10年経ちました。 It's 10 years past the release the evacuation order。 これはだから全部じゃないんだよな、一部の地域が避難解除になってから10年経ちました。でも未だに浪江町とかは避難命令が出てるんだね。 The some of area is released to theエヴァキュエートオーダー、バッター、浪江町、スティールナウ。They can't, people can't return back to that town。で、放射能の線量は、その10年で1割に減りましたよって言うんだけどね。今は 0.055 マイクロシーベルト。Today's radio.アクティブレベル 0.055 シーベルトで、除染する前は 0.53 シーベルト。しかしね、これ事故が起きる前の数字が書いてないんでね、けしからんよね。 But not written the before the accident No indication It's bad。そして未だに近所の山の
しいたけとかたらこは取って食べてもいいんだけど売っちゃダメですよ。キープな。They can't sell the mushroom or a vegetable, wild vegetable. They can eat but they can't sell. イノシシとかね、キジとかもね、ワイルドボーをキジがなんだ、キジバーガー。They can eat but not sell。こんな状況ですよ。だから忘れてはならないのはね、原子炉がぶっ飛んだわけじゃないんだよね。ほんのちょっと漏れただけでこんな状況が未だに続いてるということですよ。 People should not forget just a little bit leak the nuclear material and this situation still continue、ね、だから何回も言いますけども、あそこの使用年使用済み核燃料プールに誰かが爆弾ぶち込んでぶっ飛んでたらどうなりましたかって話を。 It's some person throw into the spent fuel pool blast. What happened? ね、何回も言うけどね、考えないよねみんなね。それでも原発を推進しましょう、また再稼働しましょうっつってんだよな。スティルナドバメントです。remove the power plant。まったもんです。And very sorry。君と僕との間には、目には見えない壁がある。国境の壁。言葉の壁、歴史と暮らしの壁がある。この壁を崩したら壁は倒れて海に浮かび、海を渡る大きな大きな橋になるだろう。We a wall between you and me, which we can't see. Wall of the borders, wall of languages, wall of history and life. If we blow this wall, the wall would fall and float on the sea.And be a big breeze Next countries overseas 君と僕との間には目には見えない壁がある。国境の壁、言葉の壁、歴史と暮らしの壁がある。この壁を崩したら壁は倒れて海に浮かび、海を渡る大きな橋になるだろう。大きな橋になるだろうということです。